うわすげえ。ケリチです。久々の男料理、今日は今話題ですかね、韓国の料理でなんか、ダッカルビさ、チーズダッカルビだ、あのチーズを絡めてなんかこう肉を食べるんですかね、あれがね結構 YouTuber の中で動画で結構出てて、もう腹すかしながら見てるんですけども、それをケニチ今回作ろうじゃないかっていうことで、まあ、アレンジしてます。今回はチキンです。チキンの胸肉を切って、で片栗粉をまぶして、塩コショウしてまぶして、で揚げて、で甘酢あんかけに絡めてからの、まあ、プレートというかフライパンの上でチーズとあんかけチキンを絡め合って食べようじゃないかっていうのをこれからしたいと思います。先ほどのやつを揚げてます。で揚がったやつを、まあ、甘酢あんかけに絡めてから、でホットプレートでチーズと一緒に食べるっていう感じでしょ。いやーもうたまらんねえ。まずこの音だけちょっと楽しんでください。あの野菜もいるかなということでズッキーニを素揚げしてます。よし、とりあえずこれあんかけのソースが出来上がりそうです。これは、酒、みりん、塩、砂糖で生姜、ごま入れてます。もう何でも濃いです。先ほどの揚げたチキンを絡めていきます。うわ、いやめっちゃうまそう。すごい甘酢のすごいいい香りがします。これが濃厚チーズに絡み合ったら、まあそれはうまいだろうね。今回のチーズはこの情熱価格というので、これ1キロ買ってきたけど、1キロ使わず半分の500使う。はい、大セットができました。まあ、こんな感じです。ケニチの場合は、とりあえずコンロの上に、フライパンの上に、この具。これ、この真ん中を開けると。まあ、とりあえず火をつけます。よし。まあ、火をつけて、この真ん中に開けるという感じですね。で、この真ん中に開けたところに、先ほど買ってきた、もう、先ほど買ってきたんですよ。なかったから買ってきてもらってね。ここにチーズをもうめっちゃ入れます。おお、よっしゃ、うん、おいい感じじゃない、いい感じじゃない、あ、ぐじぐじ出てきた、ぐじぐじ。で、まあ、これをちょっと混ぜながら広げながらチーズが溶けるのを待つという感じです。うまそう。いや、ちょっとすげえ。その間にクリア朝日。うお、あ、ちょっと、お、ええ感じで映ってきた。うお、まあ、とりあえず先飲みます。うまいな。うわ、ええ感じ。ちょっと食べるわ。おー、では、行きますぜ。うん。うわ、すげえ。チーズすげえ。ちょっと。いや、この甘酢にチーズめっちゃ合う。たまらん、これ。いただきます。何回もいただきますって言いますから。めっちゃうまい。野菜。うわ、ちょっとね、裏の方にこのお焦げっていうか、このだし、甘酢のだしの焦げと、もうめっちゃうまいでしょこれ。見た感じでもうまく想像できるでしょ。ズッキーニとチーズとあんかけ。この辺の甘酢のこの辺がちょうどね、うまいことチーズと絡まった時が一番うまいんですよね、こういうの。うーわー、どうすか、もう照りがすげえ、照り焼きの照り照りになってる。一口熱いやろうけども、皆さんもよろしければ手軽にこのチーズと甘酢あんかけとこのチキンを使って豪華に晩ご飯食べてみてはどうでしょうか。
今回は久々に男料理を作ってみました。ケンチでした。チャンネル登録よろしくね。